このボトルブンちゃんだと思ってくださいね、はい、右利きですか、じゃあまず右で軽くこうやって持ってください。で上の方だけちょっとで、ここが顎だと思ってください、はい、と左手で、あ、ごめんなさい、左手の親指と中指で顎を押さえてください、な、親指と中指、そうそう、で人差し指は頭の後ろ、ありがとうございます。そうです、それでこっちの右手を離しながら、こっちの手で軽く押さえます、はい、そう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 、ポイントはだからもう一回右手で持ってください、はい、そう、上の方出しておいてね、はい、で親指と中指で指先で持って、人差し指で頭で、あとは体を揃って持つ、それであんまり寝かせないでそこそこ立てといて飲ませる、はい、これがポイントね、はい、でこれを一応アップしておきますから見てくださいね、また飲み方ちょっと出してもらっていい？はい、わかりました、すいません。で A の薬が今で4回目です、はい、ちょっと出してください、だけど夜1回飲ませてくださいね、はい、練習のため練習で、あ、それとあと飲ませる前にさ、特にどっちもそうだけどよく振って、あ、下に溜まってないようにした状態で、はい、こうやって振っといて、はい、でこれ目薬の入れ物ですけども、これ置くと狭くなる大丈夫これ、うん、ちょっと中掃除させてもらったので中身変わってますのでお願いします。はい、じゃあ文ちゃん飛んでっちゃダメだよ、あんた飛んでっちゃうから、ね、頭がいいんですよ頭いいから隙間から、はい、ブンちゃんね、で、ここはさっき言ったここが一番目の指黒、そのです、その、はい、で、ここに今餌溜まってますよね、かなり溜まってます、本当だ、これはいいことですね、で、夜は溜まるんです、朝はまあ溜まんない、あ、だから見れるんだったらここまで見るといいんだけどね、本当ですね、で、薬の飲ませ方ね、まず、はい、まず右で持つでしょ、はい、で親指と中指で顎を持つ、はい、人差し指で頭を持つ、うん、で残りの指で体を持つ、はい、今口閉じてますよね、はい、あ、こちらから来てください、ごめんなさい、こちらから来てもらった方が見やすい、これで閉じてますよね、閉じててもいい、うん、そのまま飲ませてください、はい、一滴シューッと、あ、それで今そんで飲みますよね、でも口は浸水してますから、はい、必ず床で今口動いてますよね、で飲んでますから、ああ飲んだのを確認してから口の周りを軽く拭いてあげてくださいこんな感じじゃあこちらのカゴに移しますよ、うん、ちょっとここで実践、まあ今の最初のこの子じゃなくて、あのこのボトルでやったやり方をね、はい、よく覚えておいて、はい、でご主人にも教えてあげてください、はい、で一応今日退院していただきますけど、元気にしてたら、はい、いつこれ22日に見せてください、はい、ただし膨らんでるとかさ、あれ今スリムでしょ、スリムですね、これが普通ですからね、はい、で元気ないと膨らんできちゃいますから、はい、膨らんでたら調子悪いですから、はい、膨らましたり体重が維持できないとかね、はい、そういう風だったらすぐ相談してください、はい、それからそこまであったな言いたいことが、はい、この子そのケースに移していいです、あ、はい、結構大きいんですね、はい、これで どっちが下なの、このいいの、はい、どうやって開けるのこれ、ここから開ける、あ、こういうことね、はい、今下にカイロだけ入ってます、カイロ、はい、今入ってます、はい、今度何度になってるの、27.2、はい、OK、じゃあここに入れます、空気穴作ったるよね、これ、あ、そうです、作ったりますね、サイドと後ろにあります、もうちょっと大きなカゴでも入るんだし、あ、大きいカゴも昨日買って、あ、これに入るよね、はい、あ、これいいね、 OK、 これはすごいな、それじゃあこっち、この子こっち向いとってもらって、はい、簡易保育器作ってもらいます、あともう一つね、はい、最後にもう一つ健康チェック表をつけてください、はい、それで体重を朝晩測る、だからこれで26だって、昨日の夜24、今日の朝23、夕方23、はい、からうんち、次に体重の次に見てほしいのは、はい、実際の温度湿度ね、はい、
温度湿度ですね、あのちょっと朝昼晩と測って記録してください。今日の夜からね、お家帰ってから温めて、明日の朝、朝の温度が知りたい。この中の温度、ちょっともちろんこの中の温度、それから次に温度したいんだけど、インチ、はい、これ円水って書いてあるんだけど、すごいちっちゃい字で書いてあるけど、今24って書いてあるけどね、実際は10個分のが1個と、5個分のが2個と、2個分のが2個、うん、そういうざっくりした数えがしか数えられないから、そうやって見てるんですよ。だからまだ1個が正常よりも全然大きい。で、それでまあ、ちっちゃいので換算すると24個分ぐらい出てるかなと、そういう数え方です。すごい人によって数え方が違ってくるとは思うんですけど、でまあ元気は100としてまあ60で書いてるけど、だいぶ昨日よりはちょっと上がってるから、まあ80ぐらいにしてもいいかなっていう気がしてるんですけどね。でこの食欲に関してはですね、一応ここでは皮付きと、それから巻き絵、ちょっと見えた皮付きと床に巻いたやつと深い飲水量をチェックしてます。でこの水のチェックの時に、これ実は部屋の中の飲水でチェックするって、部屋の中に置いとくのと、気化するからさ、部屋の外に同じ食品を置いとかないと測れない。例えば実際にこれ2って言っても、ね、多分気化したの聞いてるからさ、あの部屋の中のが例えば 2.5 減ってたと、でも外のが例えば 0.5 減ってたと、気化したやつを聞いて賞味のは 2.0 だと、そういうことだった。難しいんですけどね。どうしても部屋の中あったかいと気化するの。部屋の中あったかかったら余計気化する。そういうことです。気化します。で、鳥の場合にはさ、24時間で 2.3 グラム、まあ、要は3グラム、3cc 以上飲んだら多いわけだから、そう微妙じゃないですか、0.5 とか。だからやっぱ気化したらもうちょっと見た方がいいかなと思います。もし見てもらえるんだから。だからまあ、とにかく一番見てほしいのは体重と空気です。はい、そことまあ見た感じのメインね、はい、が環境温度、はい、できればこちらまで行ってください。でこれをちょっと記録で、忙しい日は開けといていいですか。あ、はい、つける日だけつけといてもらっていいですから、ただまあ頑張ってくれてたら22日ぐらいに見せてください、はい、だけどもおかしかったらすぐ電話して、で私の名刺を渡してありましたって。あ、はい、もう一枚渡します。でもしの時はこの携帯、その携帯に電話入れてください、はいはい、でもなかなか出ないんで留守番電話、名前入れて留守番電話入れて教えてもらえれば、あの折り返しできる範囲でさせてもらってますんで。ご飯の量って、うん、なんか今ざっくり大さじ1杯ぐらいだから、それは測らないか、測って、そう、例えば 15g とか 10g とか測って何 g 減ったかな、そういうことです。巻き絵もそう、5g 巻いといて何 g 減ったかな、大体で数えてます。巻き絵もしといた方がいい。いや、食器でいいですよ、巻き絵ほとんど食べてないから、ここで 2g 食べたんだけどね、だから食器で泊まりに泊まるものが少なかったら巻き絵もした方がいい。ここに来る子たちは大体具合が悪いから食器にあるやつを食べる、ないで巻き絵から食べること結構多いんで、それで巻いてるんですけどね。食器から食べれば巻き絵しなくていいですよ。もうずっとこんな中で、いやいや、とりあえず1週間はこんな中 で昼間、あの天気が良くてこの子がすごい出したい出せって元気そうにしてたら別に出してあげていいですよ、ね、普段のカゴの中でも、そう、カゴの中でもいいし、包丁してあげてもいいし、寝るときはこの中で、ね、夜から朝にかけてはこの中の方がいいなと思いますね、はい、すごい立派なやつだねこれ。で めっちゃ見やすいねこれ高さもだからちょっと持ち運ぶのは大変になってきますね。あとで届いてください、殴り書きに、はい、じゃあ受付でお薬ね、はい、だからダイレクトに飲む薬と水入れる薬出していますね、はい、はい、じゃあ